あの時、お前の命を助けたとっさの契約が導いたのは、こんな運命だったか。お前が俺を殺すという運命。ユシカとの出会いから、いろんなところを歩き回って、魔界のこと何も知らなかったけど、お前と旅して楽しかったんだよ。お前は大魔王だ。自分の背負う者のために俺を倒して前に進め。嫌だよ、絶対に嫌だ。よこせ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 。思考を止めることは死ぬことと同じ。そう言ったのはあなたでしたよ。副官として王の怠慢は見逃せません。まだ戦えますね。その手に勝利を収めれば勝利。闇の根源を倒せ。私の弟子よ、頼んだよ。世界を救える。頑張って、お兄ちゃん。苦難の道を歩む旅路で手を取り合ってきた仲間たちとの絆が今闇を打ち払わん。全部無駄じゃなかったんだよ、みんなの犠牲は。よし、着いた。で、ここだよな、前の。ユシカが ね、さらわれたところ。お兄ちゃん、ありがとう。タリスマを解放してきてくれたんだね。おう、早速私に渡してくれる？これを渡すぜ。よいしょ。うん、タリスマを渡した。破壊のタリスマンね。光ってるね。あれ、ベルトロも来てる。ベルトロもいたわ、しっかり。我こそは魔戦教、汝を作りし者たちとの約定に応え、我が前にいでよ、怪魔獣ブルラトス。これが向こう側にいたやつだな。クジラみたいなやつ、主様みたいなイメージかな。主様。え、これなんか大丈夫？理性ちゃんと持ってる？あれ主様かな、これ。あれ違う？おーっと、あれなんか目が赤い。目が、え？ちょっとまずくない？ヒューコ？ロトス、あなたを解放してみせる。あれ、これちょっと戦わない？なんか戦う感じしない、これ。あれ？なんか、あとなんか裏返ってんのか？それ角か？あ、角ね。ごめんごめん。あー、目が戻った。死んだ？沈んじゃったけど。大丈夫？彼は生きてますか？ん？あ、大丈夫そう。大丈夫そう。大丈夫そうだって。そっか、ヒューコ、お前なんか、ちゃんと魔戦鏡やってんな。うわー、目閉じてる。目開けた。よかった、正気に戻ったんだね。ああ、これまで一体どうしていたの？何があったんだろうな。喋んのこれ。あれ、喋んない感じ。喋んないんだ。ブルラトスは先代の魔戦鏡の命令で、魔界中の魔性が流れ込むファラザード近海を調査してくれていた。あ、そうなんだね。あ、そっかそっかそっか、先代の魔戦鏡の命令。なんかさっきそんな感じの話してたもんな。なるほどな、昔にもう調査してくれてたんだね。長い間調査は続いたけど、ついにジャゴヌバの本拠地、メッセイの邪影にたどり着く秘密の海底洞窟を見つけたんだって。そっか。だけどその時にジャゴヌバの暗黒の手に捕まって自我を奪われちゃったらしいの。ああ、そっか。まあ大変だったな。でも元気そうだよ、かった。ブルラトスが滅星の邪縁まで連れて行くから、自分の背中に乗れって言ってるよ。背中でいいの？俺たちずぶ濡れやで。口の中に入れてくれればいいんじゃない？キノピオ的なあれ。この巨大なクジラの背中に？水の中で息はできるのかしら？ねえ、そうだよ。どうすんだろうね。だって背中。心配しないで。
乗ってみればわかるよ。いいの？準備ができたら祭壇の上に集まってね。もういいけどもさ。いいけど。よっからすっと。お前行けんのか。弟子の始めたことには師匠の私が始末をつけなくちゃならないからね。マリオ、お前重量オーバーじゃねえの。道中よろしく頼むよ、ブルラトス、あの子のところまで安全運転で運んでおくれ。よろしくな、ブルラトス。俺名前覚えられるかな、ブルラトス。たとえ闇の底に迷い込もうとも、あなたと共に戦えるなら何も怖くないわ。いろいろあったけどありがとな、アンルシア。このいろいろにはいろいろ本当にあるからね。いろいろ邪悪なる闇の根源を打ち破り、アストルティアと魔界両方の世界に必ず真の平和を取り戻しましょう。わかった、行こう。バレリア様、どうかご分を。あ、行かないのね。お前泳げるからいいかなと思ったけどね、ベルトロ。ダメか。万が一の時はバルディスタを頼む。うん、今回ばかりは無事に帰ると約束できん。うわー、もう一緒に生きて帰ろうよ。ここはそう感じるのだ。うわ、お前ももうそう思ってんのかな、ベルトロも。なんだ。俺も死を運ぶ氷の魔女と呼ばれた最強の魔王と何度となく視線をくぐり抜けてきましてね。うん、感じるんですよ。何があってもその氷の魔女はきっと俺たちの元に帰ってくるってね。信頼があるんだな、しっかりと。うわ、この関係いいな。なんだお前ら、いいねこの関係値。すげえいいじゃん。いい。それじゃあ行ってくるよ、リンベリー。リンベリー来てたんだ。見送りに来てくれてありがとう。どういう感じなんだろうね、どうなるんだろうね。おっと、んこの際だから言っておくけど、私を散々こき使っておいて帰ってこなかったりしたら許さないんだから。それ以上言わねえのか、リンベリー。今言わないとお前後悔するぞ。これは命令よ。従わなかったら魔王だろうと真っ黒焦げになるまで火炙りにするわよ。なあお前、今のうちだぜ。それは勘弁願いたいな。アスバルも罪だね。あの日ゼクレスの国民に誓った、母が愛した祖国を生涯をかけて守り導いていくと。うん、僕はもう負けないよ。誰かを救うことを諦めたりしない。もちろん自分のこともね。うん、君のこともねって言わないとね。おっとおっとお前、あら、自分に正直になりなさいよ。に、私も滅世の邪縁についていきたいけど、今のありさまじゃ足手まといになっちゃう。そっか。おとなしく体を治すことに専念するね。まずは中継が大事だよ、ヒューコは。俺たちが何とかするよ。それとこれを渡しておくね。うん、きっと何かの役に立つと思うの。灰印ね、懐かしいね。うん、大魔王の灰印を受け取った。これ何、なんか役に立つ。まあ立つのか、こんな風にもらったから。じゃあみんな行ってくるわ。世界は闇に飲み込まれようとしている。うん、お兄ちゃんたちだけがこの世に残されたたった一つの希望なの。わかったよ。さあ行って、ブルラトス、希望の光を魔界の底へ届けるの。そうだね、行くぜみんな。おっと、これは、お、うわ、すげえ、結界が、あ、すげえ、うわー、おーっと、でもその速度はやめてほしいな。あ、おっと、ありがとう、おっと、あはは、マリン強っ。よかった、
よかった、マリーン乗ってて重量オーバーとか言ってごめんな。いやマリーン強えわ。私たちの未来全てを託したよ。うん、頑張ってお兄ちゃん。わかった、倒してくるよ。でもこのメンバーでいけるのか、まだ俺は心配だな。すんげえ速度でいってんな。もう海がもう海じゃないみたいだね。てかこの海って魚いんのかね。うわうわうわ、魔性に変わったなこれ。海じゃねえな、もうこれ魔性じゃん。でもまた来んじゃねえの。魔性の濃度が桁違いだね。そうだね、これじゃあ一寸先も見えやしないよ。どうすんだこれ。いや来るぞ絶対。ブルラトスは方角を見失っているようだ。え、このまま進むのは危険かもしれない。こっち方角見失ってんのにこの速度で走ってんの。ブルラトス、どうするのだ大魔王。いやでももう行くしかねえんじゃねえ。うん、全速停止。おっこっち。おっと、ちょっとあの勇士家の声聞こえます。今聞こえました、聞こえました。こっちに来いって言ってます。どこだ、通信状況を確認して。あのうん、どこだ。ちょっと今通じぐらいの通信だな。こっちだ。お、俺の意識をしっかり捉えろ。 5G 勇士家聞こえるぞ。んどこだ、これで方角が分かるな。うお、どこだ。ひょっとしてまたユシカの声が聞こえているの。あれじゃん、ちょっと一回黙ってて、今集中してるから。見えた、そう聞こえてた。そうこの先だ、あった歪み。ブルラタス、うん、このまま行って。彼の言う通りに泳いでいけば滅世の邪縁にたどり着けるわ。あ、行こう。おお、口開くね。口の中入ってた方がよかったんじゃないの俺。だって俺マリーンいなかったら死んでたぞ俺。うわー、ほら出たよこのナラジアハンド。どうする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 。おっと、ん、あ忘れてたお前のこと。ルティアナ、ほらルティアナ、お前光の川の力取り込んだ方がいいのかなと思ったけど、そうするとあれなんだね、アスレティアがやべえんだな。あれちょっと待って、うん、え、ま、やばくない、お前危なくない、あれあれちょっと待って、あのえあれえちょっと待って、あの散ってない、お前散ってない、お前散ってない、ルティアナお前散ってない、ま、え世界中の花こそ、うん、我が命の源、うん、だが暗黒の手の攻撃によりかなりの花弁が散ってしまった、うん、どうしよう、お前いないとこの先どうすんだよルティアナ。奴の元へたどり着く前に、うん、これ以上消耗するわけにはいかぬ。そうだね、しばし休ませてもらうぞ。まあとりあえずありがとうな、防いでくれて。うわ、うんうん、え、ここからどうすんの、あの手は。どう防ぐ、あ、とりあえず来ない感じだったらいいけど、あ、とりあえず防いだんだね。ありがとうな、ルティアナ。なんか今まで役立たずとか言ってごめんな。意外と役に立ったわ、お前。おっと。着いたな。ん？うーわ、ここか。来たけどこんな魔性濃くね、ここ大丈夫、すげえ光の紋章あるけど。そうだ、ここまで来い。だいぶ 5G、 俺を追ってこい。だいぶ通信環境いいな、ユシカ。わかった、しっかりとお前を救うよ。着いたけどな、ここを、この中にいんのかあいつは。え、またなんかあんぞこれ、何これ、封印施されてね。
なんだなんだ。おっと、ん？とりあえず正面にあるな。あー、ちょっと一回ここで休憩しよう。俺今日また3、4時間取るからさ。3、4時間取るよ。よし、じゃあ行くか。この下からユシカの気配を感じる。床に不思議な文様が描かれているが、何かの装置だろうか。これな、え？あ、うん？ここ行けるんだね。俺行けないと思ったからここ調べたのに全然行けたわ。そうか、ここ全然取れなくない？ヒューガ、ごめんなさい。あなたの釣り、あー、仲間たちと一旦、あー、なるほど。あ、この先には激しい戦いが待ち受けている。どうかあなたと共に戦わせて。お願いよ、ヒューガ。うわ、そんなこと言われたらもう、こんなパーティー解散してやるわ。うん。オッケー、わかった。オッケー、行くぜ。あ、アンルシャいる。アスバル・バレリア。うわ、この音楽どこの音楽だろう。でもいい、でもいい。何このマーク、なんかいろいろあるけど。マリーン、どうした？この扉の奥に何かありそうなんだが、とてつもなく強い魔性の力で封印されている。これは私の宝石魔術でも開けない。どうにかして封印の解除方法を見つけない。あー、これはここぐるっと一周していくんだな。あんたも扉を調べてみてくれるかい。何か分かることがあるかもしれない。うん、分かった。これな、なんか様々色あるね。それぞれな。どこからともなく声が聞こえてくる。ユシカかな。全然違った。あ、マソね。我らはマソ。神話の時代より滅世の邪縁を守護する。闇の眷属にして古き魔族の源流だ。魔性の本流を超え、この滅世の邪縁までたどり着くことができたとは、さすが範囲を持つ者か、大魔王よ。その範囲は歴代の大魔王が、我らが主、異界滅神ジャゴヌバ様に謁見するために作られた呪具。そうなんだね、あれね。我ら魔祖が濃密な魔性を注いだ大魔王の範囲だけが、この扉を開き、神誕への昇降機を起動できるのだ。だが扉は開かせぬ。世界は間もなく滅びる運命にある。我らは貴様を排除する。この滅世の邪縁でもろともに朽ち果てよ。うわぁ、いけるお前ら。まあ元気そうだな、いけるか。ふん、古代の魔族魔祖か。マリンどこだ。ちょっと待って、マリンの方にカメラ向けるぜ。よいしょ。うん、我らってことは何人かいて、この滅世の邪縁であんたが来るのを待ち受けているようだよ。ここに来るまでに不思議な文様が床に。ああ、そうだった、あったね、見ただろ。私の感じゃあれが昇降機だね。まずはこの扉を開かなくちゃ始まらない。ここは歩きにくい奇妙な島だ。探索するにも不便だろう。これを持ってきな。お、宝石、ありがとう。これ何に使うん？その宝石袋には、使った場所に宝石の端、作り出す、おうおう、マスを探し出すのに役立つ。え、あ、ただし宝石の橋は魔力を宿す場所に、あー、なるほどね。光っている足場を見つけたら宝石を使う。ありがとうね。数に、あ、宝石は全部で6個。おう、一度使った宝石は同じ場所で回収。あー、なるほど、また使えるな。あー、オッケーオッケーオッケー。連中を探し出して大魔王の範囲に魔性を注ぎ込むんだ。私はここで扉に異変がないか見張っているからね。残り6個。データな、画面上部に使える宝石の数が表示されます。地面が黄色く光っているところで使ってみましょう。大事なものから宝石袋を使うと、全ての宝石を回収し、ブルラトスの宝石場に戻ります。ストーリーの進行状況は捨て、あー、オッケー、わかったわかった。宝石袋を使うと、うんうん、なるほどね、なるほどね、うんうん、なるほど。すべてを回収すると元の場所に戻れると。じゃああれだな、このマークあったじゃん。ここにあるマークがあれだな、次の場所に行けるやつなんだな。待って、第一の量、第、あっちから進んだ方が早いね。あっちから行こう。待てよ、多分第一、第二、第三って行くんだろうな。うん、まあ順を追っていくか。ここはおとなしく。よいしょ。
さあここから進むけど、とりあえずた敵の本拠地。思ったより静かね。最高かよこれ。殺気を感じる。うん。油断するなよ勇者姫。うん。背中は預けるわ。魔王バレリア。うん。いいだろう。うん。立ちはだかる敵は我らで蹴散らすぞ。うん。これ好き。これ好き。うわ。あ、間違えた。あ、仲間に言えないんだね。ありがとうございます。言いたくなっちゃう。しかもありがとうございますって、ちょっと他人行儀だね。うん、いいね、いいね。うわー、そっか。うわー、これ最高かよ。みんなの声が。逐一聞けるんだね。これ何？怪しげな光を放つ巨大な鉱石だ。これも魔晶石なのだろうか。これも魔晶、すっげえ。なんかまがまがしい感じする。で、あ、こっちか。やべ。アスバルも声聞けないかな。宝石の力が高まっている。宝石を使って、あ、橋をかけましょう。オッケー。さあ橋、どんな感じの橋なんだろうな。階段的な。うん、どんな感じ。宝石が鮮やかな光を放ち始める。おー、すげえ。しかも歩行エレベーター的な。なん、あ、歩行エスカレーターだ。なんと宝石の力で橋がかかって下げ進む。やった。これは普通に通れんのか。宝石がある場所を調べると、使った宝石を回収する。ああ、なるほどね。宝石が足りなくなったら回収してみましょう。こっちから回収できないもんな。ダメか。うん。まあ、とりあえず使ったもんは後で回収するとして。まあ、先進むか。うん。とりあえず行くしかねえもんな、こっから先ね。多分、1、2やって、戻って3行って終わりって感じかな。うん。この先からただならぬ気配を感じる。戦いの準備を整えて先に進もう。行っちゃうか。行こう。行ける行ける。行ける行ける。俺なら行ける。さ、もう攻撃力もね、960近いからね。余裕よ。よし。さて、マソガルド。え？なんか気持ち悪いな。なんかソウルイーターのあの敵を思い出すね。名前忘れちゃったけど。あー、てかこのメンバーでちょっと後で写真撮ろう。絶対最高じゃん。あー、マソガルド。俺の名はマソガルド。アストルティアの者と会ったのはあの悲劇が起きて以来だ。あの悲劇？ん？ジャゴヌバ様はここよりさらに仮想。滅世の神誕で世界を滅ぼさんとしている。あの方の支度が整うまで、この俺があんたの相手をしてやるよ。貴様はマソの血族を知っているか？かつてアスルティアを襲撃した。え？あ、あ？ラテツ王バロジャ、スラナの異形。あれ？知ってる、この名前。うわ、あれじゃん。あれ、なんだっけ、名前。あれだよね、ガートラントの国の地下で戦えるあのエンドコンテンツのやつ。あいつらか、これは。知ってます。遥か昔、俺たちマソは英知を結集し、濃密な魔性を魔物に注ぎ込んで、異形となし地上に送り込んでやったのさ。今こそその技法を見せてやろう、貴様らの命と引き換えにな。魔性よ、我が元に集いて、この身を豪遊たる獣に作り変えよ。我が名は、紀元獣、ガルドドン。ガルドドンか。うん、ガルドとつつばの方がなんかちょっとかっこよかったけど、ガルドドンか。ドドン。なんか YouTube の効果音を彷彿とさせる名前だな。そんな奴に俺は負けんよ。敵の強さ強いでいこう。さーて、こういうやつか。うわ、本当になんかそういう系の魔物だな。行こうぜ。なんか今のバレリア様のモーション好き。ブレードガード。おいしょ。あれ、なんか攻撃力下がってね。あ、いいね。待って、そういうのやるのね。クイックアスやっちゃおう。おいしょ。うん。よし。まあ、俺はとりあえず攻撃ばっかしてればいいんだな。天下無双。行くぜ。よいしょ、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 よいしょ。あ、来るな。ジャンプしとこう。あ、違う、そういうやつね。あ、あー、なるほど。あーっと、ごめん、頼む。頼んだ。やばい。
そういうやつね。ちょっとやばいね。ちょっと今な、ちょっとあれだな、範囲攻撃的なやつか。ちょっと逃げとこう。ちょっと待って、ミラクルバーブースト。おお、やるね。よし、待てよ、天下無双。よいしょ、行くぜ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 、おいしょ。あ、炎耐性下げた、ナイスじゃん。何それ、いいね、最高。待て、あ、これやばいかもね。あ、俺やばいかもね。あ、死んじゃう。あっぶね。ブーストやってビッグバン行くか。よいしょ、今炎耐性下がってるもんな。ビッグバンやってよいしょ行くぜ。よいしょ、どうよ。オッケー、いいね、下がらなかったし。よし、このまま全身全霊もう一回行こう。あれ、あ、行けた行けた。わあ、いいね、いいぜ。ありゃありゃ、死んじゃう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 。ギリ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 、あ、ギリギリギリ、ああ、よし、脳筋メンバーだけどね。まあ、バランスタイプのアスバルがいるだけまだマシか。オッケー、いやー、じ、うん、1、10、100、1000万、あ、いやいや、俺レベル上がるぜ、これマックスになっちゃうよ、向こうたどり着くまでに。ありゃ、やったね。ただ死にかけてるけどね。ヒューガが持ってる大魔王の範囲が紀元獣ガルドドンに反応している。なんと紀元獣ガルドドンから溢れ出した濃厚な魔性が大魔王の範囲に宿り、怪しい海外行きを放った。あ、全然読めない。紀元獣ガルドドンの肉体は跡形もなく崩れ去った。じゃあ全部回収したんだな。無事のようだな大魔王。おー、とりあえず大丈夫だよ。あ、この感じいいね。ただアスバルだけちょっと後ろなのがちょっとかわいそうだけど。どうやらどれるれれ、どうやら貴様が持っている大魔王の範囲が魔素の濃厚な魔性を取り込んだようだ。扉を開くために足りる量とは限らんがな。まあ、あと二つ大事、必要なんだろうな。第二、第三って書いてたもんな、さっき。先へ進め、ヒューガ。再び魔装が立ちはだかるかもしれん。その時は切って捨てるのみだ。そうだな。いや、心強すぎる。